はい、えー、こんにちは。そっか、塾の久保でございます。まあ、昨年度の税収が、まあ、戦後最大67兆円。まあ、戦後最大ってことは、日本史上最大なわけですけどもね。67兆円、えー、国民から巻き上げたということになっております。2年連続で過去最高というふうにね、まあ、誇ってるわけなんですけども、我々、税金を払う方からしたら、もう冗談じゃねえぞと。踏んだくられまくって、賃金落ちてるのに、まだ取るのかって感じですよね。 つまりは政治の失策の責任を私たちが押し付けられていて、なすすべが今のところ私たちにはないっていう状態になってるんですよ。いや、もう参りましたよね。何をやっても税金取られて、八方塞がりですよ。そういうことをおそなしくしていてもお金は取られていくし、頑張って稼げば多めに取られちゃうし、一体どうなっちゃってるんでしょうかね。で、これだけ税金取ってるのに、 割合の暮らしが楽にならないし、社会保障は削られるし、いいこと全くないですよね。そして国民には5万円も10万円も払わないくせに、海外にはね、ものすごく大規模な寄付してるみたいな。ちょっとどうなっちゃってるんだろうなと。例えばどっかの国に500億円寄付するんだったら、それを600億円の予算にして100億円を国民に配るみたいなことをしてもいいんじゃないかなと思いますけども、この差は何があるんでしょうかね。えそして電力需要が逼迫してるということで、 じゃあ、電気を節約してくださいっていうふうに、やっぱり国民に落ち着けてますよね。どういうふうに国の民を食わしていくのか、どういうふうに自分の国の民を豊かにしていくのかっていうのが、この政治の舵取り役の役割のはずなんですけども、それをもう完全に忘れてですね、自分の保身と自分の蓄財のために、えー、本当に躍起になっていて、時にはマスメディアを買収してですね、時には権力を振るって、経営企業経営者のお金をね、まあ、あ奪っていってしまうと。 そして正義を貫こうもんなら、おかしな冤罪をふっかけて国にいらんないようにしちゃうみたいなね、ことも起きるわけですよ。一体どうなっちゃってるんでしょうかね。うーん、困ったもんです。